こっちこっちモニターの方お前に話しかけてるタイムテレビ的なやつじゃないですか過去ってこと全然わかんない未来がわかるんです行ってきますパラドックス起きちゃうから起きてもいいですよどうもこんばんはヨーロッパ企画の生配信です石田豪太ですえーみさん ご機嫌いかがでしょうかどうもこんばんは。皆さん来ていただいてますかねあ、ありがとうございます。たくさんもうコメントいただいてますね。11月になりました。今月も生配信始めてまいります。よろしくお願いします。本日プログラムも出ましたね。どうぞ、まったりとおうちでお楽しみいただければと思います。コメントもね、たくさんいただいているようでして、ありがとうございます。こんばんは。ということでね、たくさんね、あ、いいですね。 石田さんこんばんはってありがとうございます。ジョリリさんありがとうございます。さあ今日はですね、8旅集まれる人集合おでんを食べる会でございます。今回おでんです。まあこの季節なんでね、おでんいいですよね。ちょっと寒くなってきましたし、えー、具のチョイスなんかにね、個性が出るんじゃないでしょうか。もう早速私のおでん行ってみましょう。こちらです。はい。ちょっと見れますでしょうか。うまく。 はい。こちらになっております。ちょっと時間があったんで自分でね、仕込んで作ってみました。えー、オクラがね、ちょっとあったんでオクラ入れてみました。ウインナー。そして、このね、手羽元ですか。これがね、我が家のおでんにはね、あの実家のね、母親が作ってたおでんには必ず手羽元入ってたんですよ。で、厚揚げ、こんにゃく、大根という、この、 スターティングメンバーで、えー、6人ですね。まあ、あの、バレーボールやってたんでね、<laughs> スタメンは6人なんですよ。そういうことで、このメンバーを、私はおでんの具のチョイスさせていただきました。これにね、僕はね、まあ、早速食べるんですけど、あのー、柚子胡椒なんですよ。からしってね、 よくおでんにね、つけると思うんですけど、僕はね、柚子胡椒なんですよ、これ。これがね、いいんですよ。これをね、もう、こっちを見せようかな。綺麗にね。綺麗に写ってますもんね。はい。いや、じゃあ、まず大根から、ちゃんとね、あの、入れましたよ、切り込み。あの、白ご飯 .com っていうサイトがあるんですけど、それをね、見て作るんですよ、僕大体ご飯作るときは。 ちょっとゆずこしょうこれつけすぎかな。こんなもんかな。これで、いただきます。いただきます。うん。うん。<laughs> うん。おいしいです。今日はちょっとこっち見せてようかな。 いやこれうまくできましたね今日久しぶりにちょっと集まって食べる会で僕おいしくできたんじゃないかなこれですよこの手羽元がいいんですよこれがねもうくたくたにねほらほらほら <laughs> これ柚子こしょうっけてねうんー すんでますこれはしっかりしゅんでますねうまいウインナーもねおでんの具としてはね僕はね外せないんですよしゅんでるってなんですかいやしゅんでるいや旬でおでんがしゅんでるって言うでしょ上田さんがの声だけこましたね上田さんだいぶ後なんですけどね道場 いや、んでるんですよ。ちょもうちょっと入ってきていいんですけどね、土佐さん、諏訪さんあたり、中川さんなんかね、いつも石田君のあとね、なんか入るタイミングすげえ難しいんよ <laughs>、えー、なんでですかなんか <laughs> 料理番組みたいにやりたそうやしさ、なんかいやいや、そんなことないそんなことないです <laughs> どうもどうも、自己紹介お願いします土佐です、お願いします土佐です、お願いします 中川ですお願いしますまずはこのお三方に登場していただきましたおでんです皆さんはいおでなんか SNS で中川さんがおでんあんま好きじゃなかったみたいなまあ昔はね今はもうう子供の頃ねあの、うん、ご飯のおかずにならないでしょおでんは <laughs>、はあ、いちいち騒ぐんですね <laughs> <laughs> 騒ぐっていやいやありがとうございますよ宣伝ですよそちょっと添えるでしょあれみたいなあんた宣伝せえよ少しは何や11月とかそんなことしか言わへん急に犬の話ばっかしやがって急に始まっちゃう急と嫁の話しかせえへんあんもうもはやどうしたんや昔あんたそんなんちゃうかったぞ早いです 早い,です早いですスイッチ入り方 <laughs> えー、じゃあ早速土佐さんから見せていただきましょうか土、はい、佐さんはねまあ料理はねお手のもんだし器も毎回いいんだよなあー最悪だ汁がね毎回それ,それ毎回なってますからね土佐さん覚えましょうもう,もうパソコン壊れてええわ <laughs> いやいやいや <laughs> 大丈夫先先やろうか <laughs> クイズで、もうそん別に、はい。あやっぱお見せすごい。ええ。あ、やばい。画面がバグってる。酒屋みたいな。いや本当すごいよなとささん。ちょっとごめん。僕の姿見えてますか今。はい。一緒ですか。ちょっともう画面がバグって変な出てきたからちょっと先にく先に。あこっちは切れてに。 先、一瞬だけ見れましたね。先、さじゃあ先、座っていきますか。これ確かにおでん見せるのむっちゃむずいな。おでんね、お汁がね。画面を倒して、倒していきましょう、画面を。もうちょっと引いたらいい。そうだ、そうだ、こういうことか。ああ、いそうだね。これね。ちょっと待って。あ、やばい、汁やばいよ。汁やばい。汁やばい。大根、卵。大根とすごくないですか 大根、そうですね、頑張りましたよ。すごい。でも、チキン、肉、タコって感じですね。<え>もうちょっと晩ご飯に食べちゃって、はい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 。もうお腹いっぱいなんですけど。<laughs> それ自分でやったのこれ、あ、自分でやりました。あの、<ー>ホットクックっていうのを最近買いまして、ほう。あの、なんか入れとくだけでできるんですよ。で、へえ。へ あのー、卵、僕、おでんの卵って、卵ね、ぐっあかたくなるじゃないですか。はははいはい、はいあれもすごい好きなんですけど、すずやのうんおでんの卵って、ははい、はい、鈴屋ね、半熟じゃないですか。ははははいはいはい、はいおでんやのに半熟卵で、むっちゃ、うん、むっちゃうまいじゃないですか、あれをちょっと再現しようと思って。<laughs> えー、割,れる割れるとこ見たいね。 そうこれやややってみますよはい怖っ怖わこわこわ全然全然これがねあでもでもプルプルですあ割れましたうわあいい感じいい感じああうまそうこれがねおでん卵って調べたら 君、うん、は70度以上で固まるので、うん、ホットクックで65度の低温調理というのをやって半熟卵が固まらないという煮込み方をね、はい、やりましたどんどんほらうまいこと言ったんじゃないこれめちゃくちゃうまそう <laughs> はい いや卵、僕入れようかなと思ったんですけど、めんどくさかったからやめちゃったんですよね。一、うん、回ね、ねゆで卵作ってっていう過程がね。いたます。うん、すごい。しゅんでるわ。しゅんでますか。しゅんでるしゅんでる。しゅんでますか。中川さんいきましょうか。うんはい、はいはい。ゆずこしです。あっ、諏訪さんも柚子胡椒ですか。柚子胡椒派です。わかる。僕は、はい。えっと、 <laughs> 大根とつみれいやなんか好きなやつだけでいいんかなと思っていや,<根>いやもちろんもちろんいいんです大根がまあとにかく好きっていうのと<ー>つみれがなんかちょっと値引、ね、きになってたからつみれも一緒に買って 2>, 2個ですか ?2 種類他はやってないんですか一緒にあのー、鍋がね僕大きいのなくて あなるほどお鍋でやったんですけど、だからもう大根と、大根、まあ、もうちょっと残ってんだけど、うん、大根とつぶとだけ作りました。2種類いや、<laughs> まあいいんですけどね。2>, 2種類。相変わらず、塀の中感すげえです、ね。<laughs> 塀の中おでん出ないでしょ。食べます。出るあ美味しいね。本当ですか美味しいよ。本当ですかってなんだよ。 いやその本当どう使うってなんだお前惜しいだ味覚ないでしょ？え？俺に？俺自身に？あるわ、はい、あるわえ汁とかも入れないんですかあんまあ<れ>ん汁汁がもうねなんか煮煮込んだらなくなっちゃったんだよなお弁なんか作ったことないもん <laughs> なんでみんなできるの？であとさ大根って皮ってむくの？剥くよ 向きます向きます。向くんだよね向いていいんだよねはい横をむく厚めに向いてしかもこう角を取るんですよああなんか聞いたことあるなそれ十字十字になんか切り込みは入れたああやばいやったやばい俺もパソコンに汁が汁がなんでいってますいやほんまこの後の人汁気をつけてくださいよロサさんお願いしますあ僕あもう一回 もう一回見せてください。ああ、めちゃくちゃうまいな。うな。うまいんですかうわ、やっぱすごいな。お店のみたいだな。メデル、ここか。じゃがいもいいね。はいはい。じゃがいも入れましたか。あやっぱ鶏手羽元入れてますよね。牛すじがなんか昨日遅くにスーパー行ったら売ってなくてさ。おでんやってるからな。そうそう。そうか。 そういうことなんです、ねうん、でも今日はね、あの、だから、おでん、おでんって言ってくれたから、前の日から作れたから、よかったよ。おー、うん、そっか。おでん、前の日。そうそう僕、それ分かってなくて、僕も。うん、もう夕方ぐらいに仕込み始まって、うん、全然間に合わしそうもなかった、危なかったですよ。やっぱ一日寝かしたいもんね。うーん。うん、寝かして、その感じってすごいな。美味しそうだなー。 でももうちょっとお腹いっぱいなんであみんなやっぱそうなんですね晩御飯おでんにしたんでね <laughs> わかりますもうちょっと食べてたんですよ実は、うんうん、<laughs> それもいいですよねでもねおでんは持ちますもんねでも中川さん名古屋の、うん、おでんってうん、うん、なんか味噌かけたりしますよねあーそうそう味噌かけるんだけど俺あの味噌がさあの なんつうのあのチューブになってんだよね、そ,ういうそれ用のちょっと柔らかいというか、なんか、か売ってて、それがね、なくてさ、普通の赤味噌あるんだけど。うん。うん、なんか昔、えー、名古屋のコンビニでおでん買ったら、味噌もらって、うん、どうしたらいいんかわからんかったもんな。うん、いや、かけんねん。わかるやろ。わ <laughs> かるやん。わかってるやん。中川さんの悪口言ってないのに。み <laughs> の悪口言ってない、ね、噌,噌で、 味付けし味噌味って感じですけど名古屋、うん、からしの代わりに八丁味噌ってことですかああでも家によるけどなうちうちはあんま味噌かけなかったけどねおでんにはうん,うんははなんでずっと怒ってんの <laughs> いや止まって止まってみたんですどうなんかなと思って、えー どうもならんわ。喧嘩 <laughs> 始まんなかった。<laughs> さあさあ、じゃあ入ってきてもらいましょうかね、うん、次のメンバーに。いましたかうん。こんばんは。おはようまです。こんばんは。自己紹介お願いします。三田です、お願いします。 ええ大年ですよろしくお願いします。上田ですよろしくお願いします。はいお願いします。大年さん髪の毛伸びましたね。はい伸び伸ばしてます今。あそうなんですね。はい伸ばしてます伸ばしてます。いやコロナであのあんまり散髪行ってなかったんですけど。うん。でそしたら伸びたんでどうせだったらキムタクぐらいになろうと思ってます。昔のやつですよね。はい昔のキムタクさん目指して今。今そんなんじゃないです全然。 カッシュのやつですねこういうこうもわもわみたいなあれ,にあれになろうと思って今ギフトギフトとかの時ですね <laughs> ちょっと時期までは <laughs> 分かんないんですけど <laughs> あのそこに今向けて調整していってますなるほど、はい、今んとこ山下達郎みたいですけど <laughs> いやいやそれでもいいんですけどねそれでもいいんですけどちょっと頑張ってますよ今。 はいなんで、まあまあ、心くじけないようにして頑張ります。<laughs> では、冨田さん、おでん、はい、見せていただきましょうか。ちょっと、ちょっと画面を下に、画面を見せてもらっていいですか。後ろを警戒してるなま <laughs> <画面 S 2> まあここまでですかね こんにゃくが入ってる。ありがとうございます。こっちで頑張ります。じゃあ、こんにゃく、卵、大根が見えました。はい、正解です。え、見えないな。もうちょっと見せてほしいな。こんにゃく、卵、大根ですか正解です。正解です。よかったです。お汁がね、こぼれてはあれなんで。画面も倒れへんし。 器の縁も深いですね。何個入ってるんですか何が何個 ?3 つでした。それ自分で作ったんですか一応。セブンイレブンで買ってきました。なるほど、さすがです。はい今日話したいことは一つだけです。あ、はい。はい、えっと。 さっきセブンイレブンで5年買ってきたんですけど、はい、携帯電話に入れてるスイカで支払いしたんですよ。はい。そしたら残高が足りなくて、はい。で僕、その場で携帯の方でチャージしたんです。ああ、ありますね。はいで。で、残りをもう一回払おうと思ったら、うん、なんかエラーが出て、おうん。払えなくて、うん。こあのコンビニのセブンイレブンのレジで、その電子のあのカードで払うのは、うん 1回しか無理なんですって。続けて、残りをペイペイで払うとか、そんなも無理なんですって。あとは、現金でしか払えないそうです。ええー、知らなかった。僕、携帯しか持ってきてなかったんで、1回取りに、1> はい、財布取りに帰って、残り数百円を払ってきました。以上です。<laughs> ありがとうございます。すごいいい情報でした。 あのーはい、さんお気をつけくださいませ。はい、コンビニで並んでると僕の前の人がよくそれになってます。でなるほど。はい。え、あの午前中の AM ラジオじゃないんですこれ。はい。はい、午前中の AM ラジオみたいな情報でしたけど。<laughs> あそうですか。あとね、<曲> <laughs> あとコンビニのお電話ツンツンしないでください。<laughs> いやもちろんそれ知ってます。古い、ね、古いな。<laughs> 以上ですよ。確かに。マナーだと思います。はい。ありがとうございます。どうぞはい。はい。うちの母親はなんかコンビニのおでん買ってきて、そこに野菜入れて、それで煮る。そしたら楽よって言ってました。<laughs> 楽よーって言ってました。午前 <laughs> 中のエムラジオじゃないんで。<laughs> ありがとうございます。すいですあ、すごい、おでんだからかもう、すごく緩やかですね。<laughs> <laughs> お年さんお願いしますはい、お年おでんこちらになりますねえーっと買ってますねどうでしょう買ってます練り物多くないですかどうでしょう、美味しそうですね美味 <laughs> <laughs> しそうです真ん中のメインが何,何えっと、これがまず魚のボールの練り物ですね物で、これが棒状の <laughs> うう、ね、棒状の練り物になります <laughs> 形状は分からないやつ <laughs> で、これがちくわですね。はい、で、こちらがごぼてんということになっておりまして、で、これは金、これですね、巾着です。巾着を作ってというような感じでございます。これが。はい、ラインナップです。で、こちら、巾着ね。これ、巾着なんですけど、これ、実はこれ、全部買ったもので、で、この巾着だけ自家製にしました。えー、はい、で、わかりますかね この,の中身を開けるとああウィンナーが出てきます。<laughs> 開けちゃって、出しちゃったやん。という状態でございますよ。<laughs> はい。これを多分一緒に食べると。今年なんか先月そのウィンナーのやつやってたんだっけウィンナーは割とやってます。あ、そっか。ウインナーから家に常備しているのはウィンナーなんです。<laughs> なので、毎回、そのウインナーをアレンジ料理が見れますよ。お都市はウインナーっていうのを、ちょっと、そこまであ、はい、覚えてなかったから、ちょっと。お <laughs> はウインナーなんですよ。<laughs> <あ> <laughs> ウインナーでしたね。どこでウインナーが来るかを覚えておいてください。OK <laughs>、OK、はい。<laughs> というございますあ。餅やったら練り物じゃないなって思ってしまったんですけど、中にこいつが入ってます。でですね、もう一個だけ言いたいことがありまして、こだわり、はい。えっと、私、地元の食べ方でですね、 はい。うん、あのおでんをですね、この、はい、これわかります？<え>生姜醤油というものにつけて食べるんですよ。ええー。兵庫県の西の方はそうなんです。姫路おでんというんですが、ええー。聞いたことない。でこれにふ、ふいんなふいんなでふいんな。<laughs> うん、おでん関係ないやろそれ食べておいしいだということでございます <laughs> おでん関係なさそうですねおい <laughs> しいですよなんでまあまあもししょうがじうチャレンジしょう油じうねウインナーにつけて皆さんも食べてみてください <laughs> よろしくお願いしますそれはもうおでんじゃないやろそれおでんじゃないですしキムタクでもどうやらなさそうですよね <laughs> じゃ昔ね、<laughs> あのキムタクの髪型をしてるだけど、うん、ブサイクな男子の人はキムタクと呼ばれてたんで <laughs> <laughs> あのそう言われないようにしてください全然知らないっすけど <laughs> <laughs> 上田さんお願いします <laughs> はい私えー、これですうんとね頑張ってはいはいこれあー、ちゃんと牛筋じ入 ってるんじゃないですか、もしかしてそうですねえっと牛すじと、えー、ちくわと、えー、巾着とえー、っと卵で大根ですうーんはいでそうあのちっ中川さんにちょっとねこれアピールしたいんですみそおうんえー、そうただ味噌やっぱつけんどこうかなと思ってるんですけどね <laughs> <laughs> 用意したのに <laughs> なんで なんでか、そうなんですよ。ちょっと入れたもののちょっと、そうなんですよじゃなんだよ。味噌ですね、ちゃんとつけなさいよ。ちょっと、そう、ちょっとつけて食べてみようと思ってます。あ、食べてみようっていうかいつもそうしてます。あ、そうなんだ。上屋さん味噌ってるんだ。やっぱ味濃いですやな。上屋。まあそうですね。名古屋好きですよだから。うん。カミングアウトしたな。うん。おいしい。名古屋好きって言ったのは今ちょっと僕僕じゃないですよ今。 誰が言ったどういうことよ別の人格がちょっと今。いや、本体やろ。おー、いいな今のポーズ何やすごい。上田さんのグーが見れるの。ダブルスープのダブル いやまさかやっぱりおでんがそうさせたっていうかね、<laughs> そうですね、ちょっと、すみません名、名古屋がそうさせたのかもしれないです江戸。江戸誠としてちょっとやってしまいましたね。<laughs> はい、江戸、江戸誠、はい、住田さんが完食でしょうか。<laughs> はい、おお疲れ様でで <laughs> コンビニおでん お汁までちゃんとね、はい、いただいたようですね <laughs> さあ、それでは最後のブロックですね <laughs> やってきてくれるでしょうかどうもこんばんはさかいです <laughs> はいさ井さんそして黒木さんも一緒に現れるはずなんですけど黒木さん来ないねなんか準備してるのかしらうん,、うん、うん。まあいいか、ね、ちょっと、うん、待っておいてみようかじゃあさ井さん はい。お願いいしますよはい、私の電話、はいこ,こ,こちらです。おっ、うわっああー。はい。ここね、ああとは、<laughs> ああという声が複数聞こえたんですけど、<laughs> トマト、うん、はい、トマトをちょっと変わり種で入れてみました。このちょっとだいぶ煮崩れしちゃったんですけど、これです、ね。はいはい,はいはいはい。 ヒロウス、チクワ、こんにゃく、ごぼ天、牛すじ、タコ、トマトですね。すごいね、グーいっぱい入ってるね。はい、まあ、ちょっとこれでこんばんのおかずということで作りましたね。はい。これすごいなおでんにこ何種類？一二三四五六七八九九です。何種類？はい、イタリアンおでん。 今、トマトが入ってるだけなんですけどね。<laughs> そ<か>の味は別に白だしで。あ,<ー>あ、でもなんかあのリ、リュウジっていうあの方の料理研究家のリュウジさんの、はい、めちゃくちゃう,うまい至高のおでんっていうレシピを参考にさせてもらったんですけど、白だしと、うん、オイスターソースを入れるだけなんですよ。 め<え><え>ちゃくちゃ簡単で水と白だしとオイスターソースあと塩パッて振るぐらいええー、めちゃくちゃ美味しいつゆになってますオイスターソース入れるんだはいこ<ん>れは知らなかった 1> 水1リットルに大さじ1ぐらいかなへえちょっとじゃあ食べてみようと思いますトマト食べてみてよトマトねうんせっかくだし なんか、闇鍋のときもトマト入れたよね、境。うちトマト入れましたね。トマトね、やっぱ美味しいんですよね。トマト入れたいんですね。トマトが好きっていうのはありますね。はい。ちょっとだいぶに崩れておりますが。そうだ、だいぶ崩れてるね。皮を、皮をむくのにだいぶ手間取りましてね。美味しいとこが溶けてない。 顔だけ、ま、なんか顔がねいつもいつも顔が美味しくなさそうなまずそうなん食べ罰ゲームしてるみたいに見えない毎回毎回そうなんですよねあのトマトの酸味とですねだしがちょうどマッチしてて最高の味ですねいつもなんか弱るんですかまずそう意外とね美味しくなさそうなんですよね。 食うまでうまそうなんやけどな。うまめちゃくちゃ美味しいです。さあ、黒木さん。あっ、来てる。そうですね。はい。ちょっとね、バタバタしました。はいはいはい。僕はですね、これですね。おおまあ焼きチクははい。ごぼうごぼう巻き。はい。で、これがガもモ団子かなうん。で、これが野菜天。はい。 はいはい。なんか煮込みすぎてでこんにゃくでこれがやつこれも野菜のやつかななんかいろいろそう詰め合わせ工程。なるほどね。そうはいはいはい。で自分でやっぱり自分でこう人参もねああれあれあれそう出てきたがなんすとなんすないんかなと思ってたらと人参がねあ見ました。 ハイタウンくんハイタウンくんのね、これ、人参がね、がね、はい、あれなんですよ、やっぱこう、煮込みすぎて。あ<ー>あ、煮崩れして。煮崩れして、うん、夕方から煮込んでたら、なんか、おでんって煮込めば煮込むほどなんよね。そう,そうですね、美味しく旬で美味しくないんですよね。と思ったら、崩れてしまったっていう。 ハイタウンくん、それ目は何ですかこれはね、トーチなんかね、中国のね、<ー>豆はい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 あ,<ー>あれ、それこの間も使ったやつですそれも使いました。もうちょっと、こいつは当分なくなるまで使おうかなと思って <laughs> <laughs> これがなくなった時に、もう <laughs> ハイタウン食はもう終わりかな基本的に 人参とこれじゃないですかもう。<laughs> 人参とこれの相性がめちゃくちゃいいんよ。人参もトーチも煮込んでないわけですよね、これ。にん煮込んだ人参は煮込んだ。にんはおでんでトーチも煮込んであんねんけど、すっごい中にこなんか、ね、ちっちゃくて、す,すごいよるやごめんなさい。<laughs> そうなんですよ <laughs> いや。待ってる僕がいましたよ、ハイタウンくんを。 待ってた、ね、待ってました。いやいつお客さんもすごいなんかハイタウンくん来たってなってますよ。なんか来たと。ただそうねいつかはもうその人参 <laughs>、うん、とこの島地じゃないハイタウンくんもね。あそうですね見たいですねあ写真撮ってね。写真撮っとこね食べるから。いやーやっぱりこう <laughs> 石田くんも撮っとこうか。 こうキャラ弁とかかっってやっぱ嬉しいいじゃないですか僕全然キャラ弁を作ってもらった経験ないんですけど <laughs> 分かったじゃあ石田君のためにも今回もうずっとキャラやっていくわそうですねこの生配信ではもう黒木さんのそのキャラごはんっていうのが見れるいはね<え>やっぱ僕いつかはポルカちゃんとかね、うん、作ってみたいけどね もしかしかてリクエストしても大丈夫だったりするんですか <laughs> おリ,リクエストはい。えぇ<ー>リクエスト受けることは受ける。<laughs> <laughs> 受けるけど作らないってことあるそう、それはあるよ。<laughs> 全然リクエストは、うんう。一旦ね、一旦受けるよ。まあ、ほんとですかうん。受けるけど、まあ<お>まあ、それを作るかどうかは。はい。え、なんでもいいんですかうん。うん だからヨーロッパ計画に関係してるやつじゃないえジャンキとかいけるんですかジャンキとかもいけますえウ<っ>けウケ…ウケ…ウケ <laughs> <う>…ウケ…ウケるよコインジャンキあのリクエストは受ける作ってもらえるんですか作ってもらあお客さんにね、なんかリクエストをもしこれ黒木さんにって言ったら確かにうん,うんうん そうですね今後またこれまたあるかもしれないんでそう正直ハイタウンくんが作れるのはだいぶみんな分かったと思うんでそうねそろそろねあのーうん、お,お弁当あげてあまたハイタウンくんかみたいな <laughs>、うん、ああ子供が、うん、子供もっ、ね、そ,そ,それはねしたくないよねそうですね、うん、だからまあほかたくさんいっぱいキャラいたじゃん そうですね。いろんなモベルともうんいますもんね。はいはい。なんお客さんナムちゃんとかですね。ああああれもね。だからこれ集まるやつのあれにもよるね。料理にもまあそうか。あタビ君って書いてる方結構多いです。うんうんうん。なるほど。タビ君ね。暗い旅のタビ君。タビ君ね。あれもできそうね。うんちょっと 今後そうすね。スミちゃんの絵をいろいろと研究してはい黒木さんはいムッシュジャンカート作ってくださいムッシュムッシュジャンカートってまさか石田さんが演じたあの妖気のイタリア人のキャラはいはいはい伝説的キャラクターフラグフラグをねすごいがいやあれ俺前イフランス人かそうミクシーのね中継にしてたなあれまだ見れるんかな あの動画 v t s だったよねなんかあれは教育テレビの時代じゃないですかもしかしてうんうんひょっとしたらそうですよ教育テレビの時の写真はあるそうでもそうですねムッシュジャンクアートで入れてもらったらその片鱗がちらっと見れると思いますあ見れるんですか画像検索していただけるとその写真ちょっと画像が残ってるんだ見せたいな残ってるんですかねジャンクアートあんねや ジャンカートあれ,は見たいのあれはもうだってあの出てた時ずっと笑ってたよねなんかスリーポイントクイーズとかやってあれあのすごい悪意を感じたけどねあれ番組でやったやつですからダメですよそんな、うん、わこれ写真だけちょっと探してみていい <laughs> もしジャンカートのはい <laughs> 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 といったところで本日そろそろね、おしまいのお時間です。はい。えー、というわけで11月も生配信やってまいりま <laughs> いや、ちょっと見つけたな <laughs>。見つけた。え、シュジャンカード見つけた思ってる、すごい。<laughs> すごいな。お,、ね、おのうちのミクシーのね、アイコンなんですよ。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs>

黒木さん、これお気に入りですもんね。いや、もうめちゃくちゃ面白いよ。お客さんがね、あの、お客さんがムッシュジャンカートとミクシーに驚いてますよ。ミクシー、ログインしてへんの懐かしいですね。はい。足跡つけときます。足跡ね。足日の時間でございます。ありがとうございました。ええこございます。 まずは、えー、暗い旅オンライン10年祭ですね。番組10周年、そして DVD 発売ダブル記念としまして、ヨーロッパ企画の暗い旅オンライン10年祭を行います。11月23日、えー、月曜日祝日ですね。17時開演となっております。えー、これ明日、うんうん、生配信、えー、暗い旅ミーティング4が、うん、あるんですけれども、そちらで、いろいろとね、企画内容とか、 発表させていただく予定になっております、うん、ぜひそれちらもね、えー、よろしくちょっとよお願い中ですね。あの黒、ー、岡、はい、さんにも今ご準備いただいててねいろいろねそうなですよ、うん、もう変に蝶々っていうのでもうちょっと、うん、あ言わんほうがいいのかねヒントが出ましたね変に蝶々という <laughs>、えー、明日ねその辺のことも発表させていただきますので明日の 生配信もぜひよろししくお願いします本番のクライアントミーティング4ですねちょっと一緒に合わせて、えー、お知らせさ,てさせていただきましたけれども <laughs> はいそして皆さんお,お知らせがあるんですよねそれぞれ、えー、お願いします舞台が始まりますね舞台のお知らせまずは土佐さんですかはいえー、僕と本田君が阿佐、えーはい、ヶ谷スパイダスさんの友達が来たという うん、公演に参加させていただきます。これ初日が12月3日で12月13日まで下北沢の小劇場 B1 というところで行いますので、でチケットが11月7日から一般発売になります。はい、お願いします。ねはい、あの中山雄一郎さんね、<laughs> 中山雄一郎さんが演出で、演出で巨人劇団にも出演いただいた中山さんが演出で、はい、プロデュース公演ということでね。 恵子はまだですか。今日、本読みでした。<あ>はい。今日から。うん、もう中山さんが演出家の顔になってましたね。ああ、そうですか、うん。挨拶の声がめちゃくちゃちっちゃくて、ちょっと怖かったですね。ああ、ね、<laughs> <laughs> 挨拶ちっちゃいですかね、声。うん、<laughs> あるある、考え込んでてね。待ちましたね。なるほど。うん、ええー、そして、大年さんですか。 はい、来年1月にですね、えーはい、703× ザ・クイズ・ステージ王という舞台がありまして、はい、えーとヨーロッパ企画メンバーからは石田さんと住田さんの土佐さんの三人そしてスペシャル公演には諏訪さんにも登場していただいてと、えーはい、賑やかな公演になっていまして今、えー、とプレイリザーブというのをやってますのでもしお気に,気になった方はですね、えーと、公式ホームページまで見てみてみくださいぜひぜひよろしくお願いします。はい とそうですあの。あの、まだね、プログラムが一部、あの、まだ確定してないというか、あの発表になってない部分があるんですけど、ほ<う>えっと、そうなんです、ヨーロッパ企画の新番組、放送直前スペシャルっていうのが11月26日にあって、これもね、あの、時期に発表しますが、今、我々、ちょっとそういうことをね、作っていまして、はい、なので、ちょっとそれも、 なんとなくアンテナを張っていただけたら嬉しいです。はい。よろしくお願いします。はい、そして11月の生配信、ね、ラインナップで揃っておりますので、ぜひぜひ、あ、これ見ようかななんていうふうに、うんえー、ラインナップ見ながら思っていただければ、そしていただければ、幸いでございます。うんうん、はい。今夜はどうもありがとうございました。おでん食べる会でした。皆さんどうもありがとうございました。さようなら。